水曜にこれが来るのは本当に久々なんじゃない。タムネクロ登場、対してブッパヒューゴ、今日は伊吹ではなく、伊吹じゃない、てかまあ大体大会はヒューゴか。 SA は、エレクですね、超デジではなしてことで。さあ今日は本当にネクロ祭り、大会には出てませんが横丁にブッパさんもいます。さあしっかり赤からムーン決めて、まあ、エステアッパー大膝からおしゃれ中盤、差し返しのような中盤、あの距離からそう中段が飛んでくるわけですよ。そして早出しの中盤、ネクロあの距離だとね体力は豊富ですね。ドリルおしゃれ中盤はたった上り風呂でさばくのはおしゃれ、いや徹底してる、これはなかなかに絶望感。足裏回ってボディもブロって、これは鉄壁やりよるわ。あ、テクノバトルにもサードあります。なるほどなるほど。いや今のタムのムーブは本当にやってねえのかあいつ、最近すっかりやってないということで、あの久々にワンチャン来れたから来たなということでしたが、動きキレッキレやな。どうしよう岩手ですね、テクノバトルのさあ、スイジャンのムーブもずらしつつドリル、これはファンが食らうと厳しい画面足、壊しネンジ、壊しネンジにハンマーだったらお仕置きしたいが、リセスじっくりじっくり、おお中段届いた、あーいい位置でヘルボーエクストル拾っておしゃれにエレクでもというところでしたが、あれはちゃんと把握してたムーブでしょうということで、まずはタム EX 取るから中肘で拾って最後はバックジャンプ中か。どうだった集まっちゃいます東北、なんか配信見てる勢がなんかみんな東北集まってるとそれすると嬉しそうですね。なんかその時はツイッターとかで感じます。金曜日の夜ぐらいしか対戦できない感じ、あれはプレイヤーいらっしゃるのかな、それだと嬉しいです。対空大電磁か今、なんか東北の新旧いろんなゲーセン情報がマジで集まってる。これは今歩きムーン下っぽいけど敗退になっちゃって、ああタムで相手がヒューゴといえばみたいなとこはありますが、まだブッパはそれをさせてない。エレクは入ります。オパンキャノン近づかれたらバックジャンプ中盤とボディーワットと肘がバケ、膝がバケだか、あっとっと残らない。さあブロッキングの読み合い成功、弱電池だったかな、あの辺の電池の差がよくわからん正直。一発はなんか弱だろうぐらいの思い出てるけど、岩手だけでも四国一つ、まあそうよね、実際そう、東北は広いですよ、中盤広い、あそこでね、毎回ちゃんとバックジャンプ中盤なら偉い。さあ、スタンチか、スタンチか、はい、あははは、ブッパやる、今のエルボーキャノンに。押し置きですか、やるわ今のはすごっ、これで取ったら大したもんよ逆に。あ、しかしこれが来て3まで入るんですね、たくらない、いやいいもん見せてもらった、いいもん見せてもらった、まだわかんないけど今ので気落ちしないでほしいが、ここでタイミング出してきたか、あー立っちゃってるとファンが入りますね。これは投げてコパンミート、攻めくし変えてきた、パム、ま、前捨てでくぐったがムーンが入ってて、これは体力差こんだけあるが分かんないよこれ、あーずらしてきたボディではなくジャンプジャック系かな、かなり詳しい
じゃあいいですね。なかなかに接戦を繰り広げる。おおくね、最近俺もあんまり情報わかんないですね。確かに。オーブゼっていうとね、やっぱり何名かいらっしゃるんですが、なかなか最近情報聞かない。さあ、1-1で、次が KT、J ネコなので、近くにいといてね。 KT、こっち来といてね。ドリル、これは、飛びかくってる。アルキムン、おお、マイソル中盤が噛み合う。しかし、徹底してエルボーは入らんな。さっきのファンキングの3発ぐらいだろ。だんだんおしゃれ中盤食らわなくなってる。これは、うわー、あれの後にドリルですか。そりゃきついな。ちょっと赤狙った。うーん、赤取らないとね、反撃に痛い反撃なさそうだよな、今のな。うーん、今度は電池おわし、チラシフロってのも間に合うね。あー、これは中足か。あはは、怒りの前捨て2回。これ引っ掛けて拾いきらない。さすがに、はいはいはい、ブロリキル。ハンマーの3発目と4発目は極端にあんな風に隙間が狭いです。パン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 って、そんな感じですね。さすがですな、ハンマーね。やりとりが高度すぎて引くわ。いや、これね、マジめっちゃいい勝負。あ、しかしブロッテル、あ、ヒゴバグ。ちょっと久々だとドリルのがちょっと不安定か。ドリル、おい、はいはいはい、ここはさすが、お見事、上がったのはタムでしたと。じゃあ KT、 ジェネコ、はい、ジェネコさん試合でーす。じゃあ KT とじゃんけんして。